あー、なるほど。え、T シャツでさ、T シャツ追加発注した方がいいのかなっていう説があるんだけど、売れるかな <laughs> ?10 個ぐらい追加発注したら売れっか。なんでなんであの、本来であれば L を送らなきゃいけない人に間違って XL 送っちゃったんやけど、もう手元に在庫がなくて。追加発注するか。なんで一緒に発注した方が安いのにそんな少し,しか使えないの売れるかどうかわかんなかったからだろ売れるかどうかわかんないし、お金がなかったからやろ。いや、もう5個ずつぐらい。10個ずつぐらいだろ。各10枚ずつぐらい。 お前、ファミマから発送して出禁にされたあの、ファミマから発送して出禁された話見て思うけど、確かにクッソ時間かかるから、クッソ迷惑やと思う、ファミマでやるのは。俺、あの、ヤマトの営業所でやってるけど、ヤマトの営業所でも、一人丸々俺に専属でついてもらわなきゃいけないぐらい時間かかるから。QR コード読み込んで、で、それを係の人に渡して、で、出てきた紙をシールで貼って、端末読み込んでみたいなことやるから、ほぼマンツーマンで、一人店員使うね、丸々。いや、あれコンビニ出禁は当然。安心ブースパックっていうそのブースの匿名で送れるやつ集会できないから、持ち込むか、ファミマで出すしかないから、集会が頼めないんだけど。 そう、普通に学生の文化祭みたいなノリでタッグ作業するから、すごいね。営業所でも結構忙しいやろ。結構荷物持ってくる人とかいるけど、もうなんかあの、今回はおばさんみたいな人が俺に担当になってくれて、二人でずーっとやってて、で、その間もいろんなお客さん来て、その度にあの、おばさんが後ろに行って、新しい係の人呼んできて、その係の人が別のお客さんの対応、で、おばさんは俺にマンツーマンで接客みたいな感じになってたから。 え、俺、言うよ、事前に。すいません、今からちょっとあの、30件ぐらい荷物出したくて、で、全部 QR コードは出てて、手続きするだけなんですけど、大丈夫ですかって言って、あ、わかりましたって言われた時しかやってないよ。気まずいで。<laughs> めっちゃ気まずいで。50件以上山取り出したけど、地獄だったら絶対わかる。すごい地獄よな。<laughs> 気まずいよな、めちゃくちゃ。あれをコンビニでやるのはもうめちゃくちゃや。あとあの、5月末で通販をやめると思うので、できるだけお早めに、Twitter で言いますけど、なんでやめるん配送の手続きがめんどくさいからやん。 DL は続ける。梱包して配送しててだるいよな。しかも俺は家の近くに送れないっていう謎の制限があるから、ちょっと車を飛ばして遠くまで行ってるし。メロブの委託ってぶっつつくてもできない。知り合いが50吸ったかどうかでメロブ委託してたぞ。手数料手数料